この間の、11月11日の独身の日に、まあ私いろいろ物を買ったと他の動画で言ってると思うんですけど、この18650のバッテリーをですね、そのお気に入りに入れるのを忘れてまして、結局買ってないんですね、これは。だからちょっとその時に買っといたら、もうちょっと安くなったかなと思うんですけど、まあ、繰り返しお話ししてますけど、アプリで買うともう少し安くなるんで、公式アプリがありますから、まあ、それもリンク貼っときますんで、そっちで買われるのもいいかなと思います。もうちょっと何十円かですけど、安くなりますね。まあ、一応ちょっとフィードバックの方も、ちょっと見ておくと、こういう形ですね。まあ、購入者と、まあ、あとこの旗ですね。国旗と。なんか評価良さそうですよ。星見るとね。こういう形で写真が あるんで、隣行けるのかな。あ、やっぱ4本ですね。これですね。電池4本と充電器。これだから欧州版かな。ちょっとね、ブラウザだとこれ写真拡大できないんで、ここも見たいんですけどね。アプリだとできたはずですよ。まあ、充電器すでにあるという人は、まあ、電池だけのものをね、まあ、他で、先ほどの検索で18650で出すと、検索かけると出てくるんで、電池だけも売ってるはずなんで、まあ、そっちの方がもうちょっと安いのかもしれないですけど、あ、これがヨーロッパの欧州プラグですね。このピン状、針状、が2本出てると。まあ、爪楊枝みたいな感じですね。これは2本では使えないんで、まあ、これロシアの人かな。これもヨーロッパかな。だからそのプラグだけね、ちょっと気をつけていただいて。これもそうですね。ヨーロッパですね。日本ではこのタイプないので。評価良さそうですね。これもヨーロッパですね。US がなかなかないですけど、結構購入者さんもいてますし。あ、これですね。まあこういう感じなんでしょうけど。4本。やっぱアリエキスプレスはこの購入者さんのこの写真がやっぱり一番ですね。これを見て、あとレビューも見て選ばないと。まあ、先ほども話したように普通にも全然違うこと書いてますから、ラジオなんか本当そうですよ。どう見ても短波ないだろうと。インジゲーターのとこに FM、AM しかないのに、普通でも短波とか書いてますから。これがだからヨーロッパかな。あ、これランプがこうつくんですね。まあ、ここもね、機械翻訳なんで、まあ、オリジナル文出せますけど、まあ、ちょっとロシア語とかなるとわからないんで、これはちょっと関係ない写真かな。評価良さそうですよ。これずっと評価、5点ですもんね。5点、あ、ここに出てますね、Amazon みたいで。5点が 81%、まあ、悪い評価もあるのでそれを選ぶと、あ、こういうのもあるんですね。これ充電器がこれ爆発って書いてますから火吹いたんでしょうね。この部分白くなってますけど、まあ、こういうのもありますから、まあ、どっかでショートしたのか、ここね、そういうのもあったりとか。これはだから容量測ってる人かな。あ、こう書いてますね。偽推奨されません、この販売車。5800mAh ない。あってもせいぜい1100から1300。まあ、大体、まあ、そんなもんだと思いますよ。まあ、この計測器どうかがわかりませんけど、まあ、5800は少なくないと思います。まあ、こういうね、測る機械があるんでしょうけど、こういうレビューもまあ役立つのは役立つんですよね。こういう計測器。まあ持ってる人は、まあいいんでしょうけど、まあただ自分で買ってみないと測れないですからね。これも不満があるサービス。まあ、充電器が入ってなかったんかな。5800として記載なんだけども1800ぐらいということなのかな。これもそうかな。
1点の人、この人も測ってますね。5800と歌ってるんだけれども、ここの数字を見ると1052ですから、まあこんなもんじゃないかなと思うんですよね。5800はないと思います、この値段で。で9800はさらにないと思います。5000の倍ですからね、どんだけ盛るんだという形で、ね、9800持ってたら10倍ですよ、もうほぼ。まあちょっとこのあたりも見てね判断しないと。まあいい評価つけてる人はあんまりそういう容量とかそういうのが気にしなくて、まあ充電して、ライト光ったら OK みたいな感じなんでしょうけどね。でも実際使ってみると、まあそれほど持たなかったということになるので、まあこういうような、まあ日本のアマゾン、まあ、JP もそうですけど、まあいい評価よりも、まあやっぱりこの悪い評価から見ていくのがいいのかなと思いますね。まあこのものが欲しいと思った時は、あのやっぱり、まあ自分が買いたいという意思があるんで、このいい評価をに目を奪われがちなんですが、まあその時の自分はやはりその悪い評価に目を向けるという意識が欠落してるんで、まあ全てがいいように見えてしまうんでしょうね。でまあ物が届いてみて、なんじゃこりゃということになりますから、まあ、そういうこうちょっと冷静になるためにも、この悪い評価というのを見てですね、あこれ5800だと、1本200ちょっと550円ちょっとだというので期待すると、まあやられてしまいますよというところかな。どうなんですかね、2000あったら同じかなこれ。まあそういう感じなんでしょうけど、まあただまあバッテリーがね、予備としてどうしても欲しいということはありますから、まあ4本あるんでね、まあ別にそんなに1本あたり、持たなくても、まあLED ライトをね、そんな長時間使わない、まあ、必要な時にちょこちょこ使いますよとか、まあ、あとラジオとかだとね、まあ、その消費電力が知れてますから、まあそういうようなところと判断して購入されるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、他にもね、いろいろあるんで、まあ、自分でご自身でちょっと選ばれて、まあ、ここにもね、こういうコードが伸びた形のもありまして、こういう赤いのもあるんですよね。でこの赤いのもよく見れますけど、ところが 4000mAh ですが、これも嘘でしょうね。まあ、これは充電器セットで、売ってるのもあれば、まあ、電池単体で売ってるのもあるので、まあ、4本で1105円ですから、まあ、さっきと同じぐらいになるのかな。まあ、それだったら充電器ついてる方がいいのか、という話になるんですけど、まあ、ここの4000とか5800が信用できないんで、まあ、この4000に比べてさっきの5800がお得だという計算はできないですよね。ここも結構売れてますね、829、まあ、これも4000ない。あ、ここでも出てきましたね、偽の電池、リアル容量 1200mAh。この人も測ったのかな、これ偽でした、残念ながら偽でした。5800偽、4000偽、9800はフェイクニュースでした。これバイドナルド・トランプ、この人も測ってんのかな、これは違いますね。まあこの人かな、まあ、これで1206ですから、まあこの機器が正しいのかとか、まあ、この人の測り方が正しいのかっていうのはありますけど、まあ4000はない、2000もなさそうですね。なんか世の中で出回ってる、まあ、中国のこういう感じの電池っていうと、まあ、1000ぐらいじゃないですかね。どうなんでしょう、まあ、私が持ってる18650でも容量が書いてるのと書いてないのがあるんですよ。
で、容量書いてるやつで、まあ、3000ミリアンペア時というのもあれば、ラジオについてたのがですね、2000かな。XH データの、ラジオの D808 についてたのが2000なんですけど、LED ライトについてた3000ミリアンペア時の18650を、D の808に、まあ、当然入れられるわけですよ。大きさ一緒なんで。そうすると、3000って書いてるんですけど、2000のものよりも明らかに持たないんですよ。それおかしいですよね。2000と3000比べると、3000の方が1.5倍なんで、1.5倍持っていいはずなんですけど、LED ライトについてたこの3000は明らかにその2000より持たないんですよ。まあだからこの3000っていうのは嘘なんでしょうね。まあこの人もあるように、1200ですから、4000が1200しかないというので、2000ないでしょう。こうして見ると、他のやつも総合すると。だから1000、まあね、そんなもんじゃないですか。まあ1000円ぐらいでちょっとね、まあ日本だと817円、まあ送料241円で比較的安いんですけど、まあ1本だと500いくらいちょっと高いんでね、1本あたりは安いんですけど、1本だけだと安いんですけど、送料が乗ってきますから、まあ800円か1000円あたりで、まあとりあえず買ってみて、まあ自分の用途で使ってみて、まあこれなら合格出せるか出せないか。まあこればっかりは、ねえ、日本のものじゃないですし、まああと普通の単三電池のね、エネループみたいに、そういうしっかりした、ものがないですからね。全部数字がおかしいわけですよ。全部。ほぼ全て。なので、まあこればっかりはちょっと一回買ってみるしかないですね。まあ私もちょっとどれか買おうかなと。まあさっきもお話ししたように、11月11日のセールでちょっとこれが抜け取ったんで、まあ入れてたら間違いなく買ってたんでしょうけど、ちょっと抜けてましたからね。まあ4本、そうですね、4本ぐらいちょっと欲しいんで、まあ、この赤のよりかは充電器付きの方がお得かなとは思うんですけど、これ767円で、まあ、1011円ですからね。まあ、これとほぼ一緒ですから、こっちの方が安いのか。で、充電式セットなんで、まあ、これお得かなと思います。まあ、5800はない、1000ちょっとかなという感じなんで、まあそうですね。まあどうしてもそう容量が必要だという人は、まあ1本何千円かするんですかね。まあ国内の、まあ、パナソニックなり何なりの18650を買われた方がいいかなと思います。まあ海外でもそういうの売ってるんでしょうけど、多分偽物です。海外で売られてるね、18650の、まあこういうブランドがよくわからないやつは、まあこれはこれでいいんでしょうけど、有名ブランドのやつとか、まあ、あと LED ライトでも有名な LED ライトのなんか純正電池を歌ってるようなやつはもうほぼ偽物なんで、それは当然写真で見分けつかないんでね。そう、質を求める場合はアリエキスプレスでは買わない方がいいです。まあ値段が高いというのもありますしね。まあ高いというか日本国内よりは安いんでしょうけど、偽物です。まあSD カードのようなもんです。ほとんど偽物ですから。そういうのは日本国内で、きっちりしたところで買われるのがいいんじゃないかなと思います。